はい、今日のまとめは、左のお尻を骨張りじゃなくて肉をしっかり感じながら、座るというか、左のお尻に体重をかけることですね。はい、で、結論から申しますと、今回左に体重をかけた時に、右はお肉で全部で大きく支えているのに、左はもう点で、骨川筋右衛門でこうお尻の骨だけで支えてて倒れそうだと、足も浮いてしまうのがありました。で、これも何か感じれてないことが問題。ポイントはお腹、お尻、太もも、特に太ももの内側、ついでに足元ぐらいですね、を気をつけていくといいですね。結論だけ具体的に説明しますけど、一番はこのまっすぐ座った状態でお腹だけ折る練習をしましょう。ゆっくりで伸びる。これは最初は猫背慣れてきたら一緒にすればいいですが、最初はお腹だけで結構です。でお腹を折っていくと、このようにお腹が折れている感じ自体が、出てきます。これが一番。次がお腹を折りながら仙骨座りに なる練習。その時に左のお尻の後ろがつくのを確認するのが2番。で3番、ついたお尻の後ろ、左ですね、それを前太ももの方にも乗りながら伸び上がる、おへそを出すような感じ。この時のポイントは太もも全体まで乗せるということですね。これが3番。ここまでいくと足元もちゃんとついてくれます、ある程度。で4番は左右に乗る練習ですね。特に最初に右でやると分かりやすいです。チェックするべきポイントは太ももか、特に内側にどれだけ乗ってるか。左が特にその外外に行きやすいので、かつ後ろ後ろに行きやすいので、特に左の前太もも、特に内側に乗る癖がついておりません。なのでそこに乗るようにすると非常にいいというのが今日の結論ですね。で、一つずつ説明をしますと、今回座ってリビングに座って右手で左の方に手を伸ばすと転びそうだというのがありまして、先ほど申しましたように左はもう点で支えているということがありました。で一方で右の場合は点どころか太ももからお尻まで前後にも広いし左右にも広い、非常に大きく支えています。なので左の全く支えている面積が違います。でそういった意味で左も右のように全体的に感じられるといいというのが、目標ですね。加えて右の場合はお尻だけでなくて体もこうしっかり芯が入って支えてます。一方で左はこう体はちょっと崩れているような感じがございますので、そこも良くなってくれたらいいわけですね。で今回はこのお尻の面に乗るように右みたいにしてくださいと、横の左右の練習だけしていただくとある程度70点ぐらいは、ついてきます。これだけでも十分ですね。こうすると、お尻がある程度面になってくると骨張りが減ってきます。足もちょっとつきます。そうすると倒れる感じも減ります。なので左右だけでも変化があるんですが、やっぱりちょっと物足りないというので、今回は少しこう前後の練習に進んでまいりました。そうすると、こう猫背、仙骨座りからこう起こしていくと、今だいぶいいんですけれども、左が全体的に浮いてる感じがありますね。右はすごくついてるのに、左はすごく薄い、ぼんやりしてます。でこのぼんやりするのが、こう背筋を伸ばした時もぼんやりしてるのと、こう猫背になって持たれる時も、どうしても右のお尻ばっかりで持たれてしまってます。左浮いてます。なので、まずは、この猫背の時にお尻をつけましょうというところが今日のポイント。そのためにポイントになるのはこのお腹を折るということですね。横から見ると分かるんですが、猫背になる時にはこう脊柱が、後弯します。後ろに丸くなる。この時にお腹もこう縮まってるわけなんですが、右のお腹はこの縮まってる感じがあるのに左が全然ないんですね。なので骨盤がこう寝るためには脊柱が曲がらないといけないので、ここがもう感じにくいですね。なのでポイントとしては、一回背筋は骨盤を起こしたままでいいので、お腹だけ折ったり伸ばしたりの練習をしてみましょう。
でこれ何回かやると、まあ、右のようにこうお肉がちょっと寄ってくるような、あの詰まってくるような感じが左も何回かやると出てきます。いっぺんにこう両方骨盤寝かせながらやると分かりにくいのでご注意ください。必ずお腹だけ、慣れたらできます。で何回かやると折れてる感じ出てきます。これ必ず1番で、2番お腹の折れる感じを出しながら左のお尻での後ろで持たれてください。そうするとさっきまで鈍かった左のお尻が急につくようになります。なのでこの手順が非常に大事ですね。これが2番で、3番がせっかくお尻つきました、なので浮かないようにしながら前に取りましょう。その時に潰れたお肉を、お腹を伸ばしていく、この1,2,3 の手順を取ると初めて非常にしっかりついてくれます。そうするとおのずと足の方にもしっかりしてきますですね。で、ここでうまくいってるか否かのチェックポイントは、まあ、左右に乗ってみるということですね。でここでポイントはですね、左はついついさっきまでの、後ろ骨盤がどうしても寝てしまいます。かつ外に外に流れてしまうので、忘れやすいのが特に太ももに濃く乗せるということと、特に内側もしっかりさせるんですよというところがちょっと忘れがちです。なのでその加減を一回右で確認しましょう。どれほど太ももに乗ってるのよと、あと内側もこんなに濃いんだよと、体もシュッと伸びてるのよと、これを左でも同じぐらい太ももにしっかり濃く乗せて、内側にも乗りながら左に乗せるのよとすると非常に安定します。なのでここまで一連の動作がうまくいくと、足も浮かない、お肉も増えてる、安定するという意味で、まあ、右手で左側に物を取るのも非常に落ち着いてきますので、まあ、座った時、あらゆるところでご配慮いただくといいと思います。加えてこれが非常に、お役立ていただけるのは朝とかしばらく、座った後に立ち上がるときですね。椅子からその時にはおそらく、左足は非常に浮いてます。なので急に立つんじゃなくて、しっかり今の太ももまでしっかり乗せましょう。この状態からぐっと胸を張ってお辞儀をすると、足が非常にしっかりついてくれます。でこの時のポイントは、僕はお辞儀しますけど、胸をこう張ってると乗りやすいですね。けど頭下げて猫背になると急にここが薄くなりますので、必ず立つ時にはこう猫背にならずに胸を張って、そうそう、おへそを出すような感じで行かれると非常に、乗りやすいです。この時も気を抜くと右の太ももに乗ってます。必ず左の太ももも、今も鳴ってましたけどねこれぐらい濃く乗るのよと、実はやればできるのよというのを忘れずに、していただけるといいと思います。なので朝一番とか特にご配慮いただくと立ちやすいと思いますので、ぜひお試しください。はい、いいですね。